はい、皆さんこんにちは。めっきり涼しくなりました。 iPad の OS が新しくなりまして、ヘルスケアアプリが利用できるようになり、すごく嬉しいです。 iPhone を見なくても iPad で確認できるのはいいです。一日の水分摂取や運動量などを大画面で見られるんですよ。私、詳しくは理解していないのですが、目に見えるということはいいことだと思っています。iPad が登場したのが2010年から。そう考えるとすごい進化ですね。これからも楽しみです。GoodNote 6のマーケットプレイス見てみようと思っています。数百円からありますので、気に入ったものがあれば購入してみたいと思っていますが、今回は無料でできるものに絞ってご紹介しようと思っています。しかし、無料というのはサブスクまたは一括購入だと入手できるアイテムがあるようで、無料メンバーだとそのアイテムはサブスクまたは一括するように促されてしまいます。こんな感じに出てきてしまいます。GoodNote の方はもうすでに起動しております。画面の左横、マーケットプレイスがもうすでに選択されている状態からスタートです。ここ見ていただけますか？ここですね。ダウンロードナウと書いてあるところがあります。一番上ですから目立ちますね。ではここをタップしてみましょう。どうやらここがですね、期間限定、サブスクまたは一括購入の方はこの残りの日数を確認し入手してください。では戻りますので、ここでタップします。はい、今回はもう少し無料のものを見ていきたいと思いますので、この画面下から上に上げていきますと、はい、ここですね、登録者特典という項目があります。ここにも先ほど見たアイテムがあります。このままこれ右から左に送っても確認ができます。はい、でも今日はここ、すべてを表示でタップしていきます。では、すべてを表示でタップします。登録者特典の一覧で見られます。はい、こんな感じですね。購入したものはここ右角上点点点とね、点が3つあるところをタップし、購入履歴をタップすると自分で購入した履歴確認ができます。私これいつ購入したか覚えていないんですけれども、究極のステッカーパック入手してるんですね。びっくりしました。 iPad が新しくなったりした場合、ここ GoodNote またインストールしていただいて、ここから購入を復元でタップすると入手したものは再度使えるようになります。今日は確認だけです。戻ります。メモ&モットというものを入手してみようと思っています。ではタップします。はい、こんな感じです。下のところにサンプルがありますのでタップしてみますと、まあ、こんな感じ。こちらの方はGoodNoteの方から出ているようですね。では、これを無料ですので入手していきます。無料と書いてありますので、ここをタップです。はい、すでにここ購入済みに変わりまして、はい、ここぐる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 。入手と変わり、ここ。エレメントがインストールされましたと表示されておるここは OK でタップです。ここが購入済みになりましたので戻りましょう。ここも購入済みになっていることを確認しましょう。はい、ではこちらも入手していこうと思っております。ではタップします。こんな感じですね。こちらもやはり GoodNote から提供されているようですね。はい、ちょっとサンプル見てみましょう。ポン。こんな感じですね。ちょっとワンポイントに可愛いかな。こんな風に使うといいよっていうことだね。はい、ではここ無料でタップです。
購入済みとここ表示されてます。はい、そして右角今ぐるぐるっと回ってます。はい、エレメントがインストールされましたの画面は OK です。では戻りましょう。なんかついステッカー楽しいのでステッカーばっかり入手してしまいます。これも入手したいな、なんとなく可愛いではタップします。はい、可愛らしいですね。サンプル見てみましょうはい、では無料です。はい、購入済みに変わりまして、ここがくるくるくるっとなりませんでしたねはい、エレメントがインストールされました、画面は OK です。はい、戻ります。あとはそうですね、魔法の線の表紙か、魔法なんだ。はい、魔法の線の表紙を入手していこうと思ってます。ではタップします。こんな感じだね。ちょっとペンが可愛いね。ではここの無料でタップします。はい、テンプレートを読み込む画面になりました。このまま読み込むでタップです。はい、これで完了です。早速これらを使っていこうと思っております。今日はたくさんステッカーを入手しましたので、ステッカーをメインで使っていこうと思っていますので、ではタップします。デジタルプランナー作ろうかなと思って、まあ一応昔テンプレート作ったんですけれども、こちらに入手したステッカーを使って飾っていきます。ではここ上ですね、このお星様のマークのついたものがステッカーです。もう一度タップするとステッカーの一覧が出てきます。ここですね、下のところ、先ほど入手したステッカーの絵が小さく見えておるのがわかるかと思います。タップしてみましょう、あるいはスクロール、あるいはフリックしていただければ OK です。ではタップします。ポン。どうですか、こんな感じですね。なんかすごい可愛い。はい、もう一つ隣は、あ、猫かわいい。これ、ここの猫、あ、色違いっていうことか。なるほど。はい、ワンポイントにかわいいね。ワンポイントにかわいい。はい。メモを持っとってこんな感じですね。かわいいかわいい。あ、写真とか入れるの良さそうだね。うん、なるほど、なるほど。ね。これは、あ、いつ入手したかわからない究極のステッカーパック、ここにありました。はい。で、ここですね、右角上にこのボタン、タップしていただきますと、スプリットビューで表示されるようになっております。たくさんステッカーが見えていいかな。必要がなくなりましたら、ここのバツで閉じていただければよろしいかと思います。まずは写真入れていきましょう。ここです。タップします。再度タップすると、このように出てきます。今日は9月に食べた食べ物シリーズです。まずは雪見大福からです。はい、雪見大福の写真が入りました。ちょっとサイズ変更しようかな。はい、ね。一応枠あるんですけれどもね、今日はあまり枠にとらわれないでいこうと思っています。では、一つ雪見大福が入りました。そうしましてね、こちら、他の写真も入れましょう。再度タップし、これ、トマトラーメンです。使いたい写真ちょっと入れていきますね。はい。これは、かぼちゃそうめんだそうです。はい。で、次。はい、大鳥サブレ、美味しかったんです。はい、よいしょ。それから豆だらけです。なんか絵が可愛くてね。まだ食べてないんですけれどね。はい、では入りました。ではですね、ちょっと、まず雪見大福からいきますので、他の写真はちょっと避けておきます。では、ここ。
お星様のマークのついてるここですね。タップします。再度タップしますと出てきます。さっき入手したメモ、モットでいこうかな。さっきの写真のフレームがちょっと気に入りましたので、写真のフレームです。ではタップします。はい、挿入されました。黄身大福に合わせていこうと思ってます。ね。よいしょ。よいしょ、こんな感じかな。どうですか？こんな感じです。雪見大福が入りました。ね。こんな感じで入れていきます。豆だらけとか、これちょっと小さくしよう。ね。この辺に置こうかな。よいしょ、豆だらけです。はい。そうね、鳥大福一番美味しかったな。なんちゃって、ここですね、最初に入れた写真は後から入れたもののアイテムの後ろに回ってしまいます。なので豆だらけだとか大鳥居のサブレがステッカーの後ろに隠れてます。こんな時にはまあステッカー外に配置するというね方法もありです。では豆だらけでやってみます。しまして、はい、ではここのコピーでタップです。ペーストです。はい、どうでしょう。はい、いらない方の豆だらけをタップし、左角上のバツでタップします。はい、このようにしていただくとよろしいかと思います。飾っていきましょう。ではこちら。かぼちゃそうめんです。ちょっとトリミングしようかな。長押ししていただいて字が出てきましたらトリミングです。このまま不要なところをトリミングします。完了です。はい、スクエアな感じにもできますね。はい。ちょっと配置していきますね。フリーハンドを使っていただいて、ここで、縁を取っていただくのもありかな。よいしょ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 。はい、ではこのままドラッグしました。完了でタップです。はい、そうするとトマトラーメンだけが切り抜かれました。どこに置こうかな、ここかな。ね。直しします。はい、ではこの大鳥居の方を採用していきましょう。ちょっと大きいね。うん、こんな感じでどう？ね、よいしょ。ドン、軽やかにいきたいのにね。はい、こんな感じです。じゃあステッカーで飾っていきましょう。再度ステッカーでタップします。そうですね、何使おうかな。付箋っぽいのもあるんだね。はい、そうね、まずこれ入れようかな。おっとっと、ポン。はい、ではここに入れていきます。はい、それから次はどんなステッカー使おうかな。よいしょ、ね、あ、大鳥居サブレはハートつけよう。ちょん、ね、はい、どんどんステッカー入れていきます。はい、これ入れようかなね。豆だらけね。それから違うステッカーも入れましょうね。美味しかったよということでニコニコって。はい、ではここのステッカーも使いましょう。何にしようかな。あ、ちょっと嬉しかったからね、ブイブイ。あとどれにしようかね。よいしょ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 ね。猫いた、猫も入れよう。猫好き他には何入れる。よいしょよいしょよいしょ。ハートハート。はい、こんな感じです。ペンシルで、ちょっと書いていこうかな。ね、
色は何色にしようかな。黒でいいかな。普通ぐらいでいいかな。ちょっとピンチアウトで大きくします。はい、ピッピーのフォーク、ピッピのフォーク、こんな感じです。はい、可愛く飾れたかな。こんな風にステッカーなどを使ってグッドの楽しんでいただければよろしいかと思いますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。はい、ということで完成です。今日もご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。これからも iPad でできる楽しいことなどご紹介できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。またね。バイバイ。